本日は2月18日に行われたブレイキングダウン11江畑秀則 VS 松井健にて、試合直後両陣営が大乱闘を起こし、試合翌日ノッコン寺田選手が気になる発言をしているので、そちらについてまとめていきます。ブレイキングダウン11江畑秀則 VS 松井健では、テコンドーを主体に遠い距離で戦う江畑秀則選手に対して、パンチの距離で打ち合いたい松井健選手の構図となり、なかなか懐に入れない松井健選手は苛立ちを抑えきれず、倒れ込んだ江畑秀則選手を踏みつける一幕がありました。そんな両者の試合では、切れ技で的確にポイントを取った江畑秀則選手が勝利を収めるも、この試合後怒りを爆発させた松井健選手が江畑秀則選手陣営に詰めかけ、大乱闘騒ぎを起こしております。この乱闘直後、江畑秀則選手のセコンドを務めていた電王おじさんは、自身の YouTube チャンネルにて江畑秀則選手と対談を行い、その中で江畑秀則選手は、試合が終わって控室に戻ったら松井くんが試合の不満を言ってきました。クリンチが多いとか、すぐにこけるとか、それは俺も分かってたけど、それはルールの範囲内やからな。で、それを俺が言われていた時に、もう一人の俺のセコンドについていた後輩が、こけたとしても踏む方が悪いやろって言ってくれて、それでそこにいた松井くんのセコンドの人がその発言にブチ切れて、誰に言っとんじゃこらと怒ってしまって、それで俺が二人の乱闘を止めていたら、後ろから松井くんが走ってきて襲いかかられて、チョークをかけられてしまいました。落ちる寸前でした。不意打ちで完全に首に入っていましたからね。セキュリティが止めてくれたんだけど、思いっきり肘から地面に落ちて肘が腫れてしまいました、などと語り、試合後に松井健選手陣営から襲撃を受け、大乱闘騒ぎになった詳細を明かしております。この松井健選手の乱闘騒ぎに対して、ファンの中では、格闘技好きも注目するメインのユーラ VS 西谷大成が話題にならず、こういった乱闘やレオに対する溝口さんの説教ばかり話題になるのはどうなんかな。どう考えてもレオよりひどいんだけど、みんな話題にするのはレオ、好き嫌いの世界かな。松井健はブレイキングダウンで完全にいいとこなく消えそう。まあ思えば喧嘩自慢でちょっといい動きしたってだけの子だしね。行き着く先は床体あたりか。など、松井健選手に対して批判的な声が多く集まっておりました。そんな中、この試合の翌日、ノッコン寺田選手は X にて、ずっと切れてるやん。ずっと切れてるからうるさいねんな。みんな松井健のこと嫌いやから俺が成敗しといたで、などと連投し、この投稿の動画では、めっちゃ食らってるやん足、などとの映像が映し出され、足を引きずる松井健選手に対して、めっちゃ食らってるやん足と声をかけ、松井健選手が足に怪我を負っていることを明かしております。注目の集まる松井健選手の今後の行方はどうなるのでしょうか。本日もご視聴ありがとうございました。